皆さんこんにちは、青柳です。今日も最初にコインポストの記事を読んで、その後にチャート分析、ビットコイン、パレットトークン、 IUSD、リップルを見ていきたいと思います。その前に、告知だけ流させてください。8月31日までディープコイン取引所とビンボン取引所の方でボーナス付与キャンペーンを行っています。ディープコイン取引所の方はエンディングで詳細に流しますので、気になる方は見てみてください。ビンボン取引所の方なんですが、私の動画説明欄のリンクか固定ツイッターの方からのアカウント解説で50ドル相当のボーナスが付与されます。その他条件達成後最大350ドル相当のボーナス付与キャンペーンとなっています。扱っている暗号通貨も上昇しているものが多いので、この機会に損失出さずレンジブレイク後にレバレッジかけて利益出すこともできると思います。気になる方は口座開設してみてください。定員は500名までとなっています。それでは、コインポストの記事を読んでいきたいと思います。バイナンスに関する記事ですね。バイナンスが政府系ファンドから企業評価額20兆円規模で資金調達を検討していることが分かった。複数の関係筋の話として中華圏の有識者であるコリン氏が報じた。関係筋によれば、バイナンスは過去にアップルやヤフーなどの大手企業に出資してきた米大手セコイアキャピタルから出資を断っており、バイナンス代表の CZ 氏は当時規制当局との連携を支援できるベンチャーキャピタル企業にしか関心がないと話していた。バイナンスは現在各国の規制当局から取締り強化の影響を色濃く受けており、規制当局から営業許可証を習得する狙いもあるとの見方を示しています。バイナンス CZ さんは技術革新のリーダーであるだけでなく、バイナンスは規制コンプライアンスにおけるリーダーにもなるとコメントをしています。20兆円の規模を政府系ファンドから出資を求めているってことは、バイナンスは畳む方向では考えてないと思います。バイナンスが前向きに各国家のルールに従って動き出しているので、この記事はポジティブなニュースとして捉えていいと思います。この20兆円はもちろんバイナンスのこれからの改善に向けた動きと新たな取り組みに使われると思うので、バイナンスユーザーは今後のバイナンスに期待してもいいんじゃないでしょうか。それではチャート分析の方していきたいと思います。最初にビットコイン、リップル、IOST、 最後にパレットトークの4通貨を見ていきたいと思います。はい、まずビットコインから見ていきたいと思います。ビットコイン日足、連日安値切り上げてて、直近のレンジ高値もレジサポとして機能している感じもするので、いい感じだと思います。個人的にはフィボナッチで意識される5万1000ドルにタッチした後、調整か下落かの分かれ道になるかと見ています。この5万1000を越してきたら次の高値が6万ドルなので、高値圏で売り逃げし忘れた人たちも警戒して売りを浴びせてくる価格帯になってくると思います。ここをやすやすと突破してくるようなら5万9000ドルで今の現在価格で溜まってる売りとショートを巻き込んでの強い下落が起こることも考えておいた方がいいと思ってます。なので一度個人的には調整で5万1000ドルから4万8000ドルの高値圏でレンジ組んでからの上昇の方が後に来る強い下落も分散してさばいていけるので、希望では今の価格帯でレンジ組んでほしいと考えています。4時間足ここでレンジ組んでもらえれば、それか上昇トレンドラインにタッチするか、2パターンが急な上昇よりも安定した上昇になりやすいかなと思います。ビットコインはこのまま5万1000ドル超えたらその後の下落に警戒しておくのと、上昇トレンドライン割れたらの2パターンで警戒しておいた方がいいと思います。基本的にはまだ上昇目線でいます。5万1000ドルがどうなるかだと思いますね。次、リップル。リップルは言うことないですね。上昇トレンドラインが日足レベルでしっかり引けるようになりました。直近レンジ高値 1.2897 も上髭でブレイクもしているので、このまま上昇していく方向で考える方が妥当かなと思います。
あと出来高があまりないので、2、3日かけて突き抜けるか、それかリップルの場合は一気に突き抜けるパターンもあるので、現物買いたい人は今買って波に乗るか、私のリンクからアカウント開設の場合、貧乏取引所ボーナスチケット4枚ほどもらえると思うので、その1枚を使って今から試しロングでもいいと思います。4時間足。安値も綺麗に切り上げてて、昨日の下落がうまく調整を起こしてからの直近高値ブレイクをしていますね。実体線で乗っかってるので、ここは下げさせたくないっていうか、まあ押し目を狙って買いに行ってる人も多い証拠になると思います、非常にいいと思いますね。 1.17 まで下げたんですね。で、週足でもヒゲを毎週塗り替えてるので、リップルも変わらず上昇目線でいいと思います。飛ぶ可能性も高いと思うので、貧乏取引所のボーナスロング1枚なら今使ってもいいと思います。まあ慎重の方は直近高値 1.35 をブレイクしてからが妥当かなと思いますね。次 IOST 週足連続3週高値更新と、ローソク足の高値と安値の幅が上昇していて、上昇幅は毎週ごとに上がってますね。気になってた 0.037 も今越してきているので、ここを今日も保てば5円までいくと個人的には信じてます。 IST は前々から言ってるように、5円いけば本格的なオールタイムハイの可能性が高くなってくると私は考えていて、で5円までは頑張ってくれよというふうに考えてますね。上昇目線でいいと思います。チャート見ても明らかに上昇圧力の方が勝ってるので、このまま5円にタッチすると思います。4時間足見ても強いですね。最後パレットトークン最高値更新。4時間足で前回の最高値94円でレジサポを起こしています。日足今から買うのは個人的にはあまりおすすめはできないので、ここからは日足で高値94円をヒゲじゃなく実体線でブレイクしてから買う方が無難かと思います。それか4時間足のレジサポライン87円を押し目として買うかになるかと思いますね。4時間足日足ともにそこそこ長い上ヒゲ出しているので、チャート的にはレンジ組んでも不思議じゃないと思います。74円とかで買ってる人は直近高値85円付近に売り差し値入れておくとかすると、利益守れて少し下がったりしてもその後の上昇で利益伸ばしていけるので、個人的にはそのやり方がおすすめかと思います。以上、ご視聴ありがとうございました。青木でした。ディープコイン取引所では8月10日から8月31日19時までの間、夏のボーナスキャンペーンを行っています。動画説明欄にあるリンクから登録後、 Twitter で日本語公式アカウントのフォローと Telegram コミュニティの入会をすれば2000円相当のボーナスが付与されます。ディープコインの Twitter アカウントも動画説明欄に貼っておきます。期間中5万円以上の取引高があれば5000円相当のボーナスを付与、10万円以上の入金で3000円相当のボーナスが付与されます。ディープコイン取引所で入金をサポートしている任意通貨での入金が可能です。詳細は動画説明欄のディープコイン夏のキャンペーンのリンクを見てみてください。紹介された方はボーナスを申請する際、必ず動画説明欄にある重要項目のリンクをご記入ください。今回私がチャート分析した仮想通貨は全てバイナンス取引所で取引することができます。レンジブレイクを狙って大きな利益を狙いたい方はディープコイン取引所かバイビット取引所を使ってみてはどうでしょうか。ディープコイン取引所ではディープコインの取引を行うことができます。この2つの取引所は追い証がないので、トレード資金以上の損失を出すことはありません。なので素人の方にもおすすめできる取引所になっています。口座開設するだけで20ドルもらえるビットゲット取引所も追い証がなく、もらった20ドルで体験で取引ができ、勝てば利益としてもらえます。オーバービット取引所では毎日ログインボーナス、
プレゼント付与で1000ポイント貯まればテザーかビットコインがもらえます。動画説明欄にリンクが貼ってあるので気になる方は登録してみてください。 Twitter の方でもリアルタイムでチャートのことを発信しているのでフォローお願いします。